こんにちは、島抜きなおみです。ペイントフレンド49号の動画企画でピエールドロスアールディスプレイシェルフを描きました。シルクスクリーンを使ってメインのモチーフに仕上げていく描き方をご説明していきますね。このガラスの靴をディスプレイするシェルフが欲しくて、素材はポリレジンフレームピラスタを使いました。それにティーボックスの蓋が横幅がちょうどよかったので、それを棚板にすることにしました。今回シルクスクリーンはメインのモチーフ用に1つと、それから背景のエンボス用に1つ使っています。絵の具は通常のアクリル絵の具です。まずベースコートします。それではまずメインのモチーフをシルクスクリーンで刷ってみます。シルクスクリーンメディウムを絵の具に混ぜます。シルクスクリーンを混ぜることでアクリル絵の具が乳液状だったのがクリーム状になって細かい線が出るようになります。できたクリーム状の絵の具をスケージにのせます。シルクスクリーンを素材の上に固定して刷っていきます。この時シルクスクリーンはザラザラした面が上です。このぐらいの硬さの絵の具ですればにじんだりせずに細かい線まで出ます。液体状でもすることはできるんですけども、にじんでしまったり細かい線が出なかったりします。ずらしてしまわないように気をつけて刷っていきます。刷り終わったら絵の具が乾かないうちにすぐ剥がします。開けてみて擦れてないところがあったら、この段階だったら戻して絵の具を足して擦ることができます。剥がしたシルクスクリーンはすぐ水に浸しておきます。後で水道水でよく洗います。今回のデザインはバラをつなげて擦る形になっています。その場合先のバラの方を覆ってしまわないようにマスキングテープで少しカバーして擦っていくと良いでしょう。この時後から擦る方を画面に置くと先に擦った方が透けて見えますから、どこをマスキングしたらいいかはすぐ分かります。バラのデザインを2つ重ねて大きなブーケ状に仕上がりました。さて今度は背景にエンボスの効果を出したいんですけれども、ギルディンググルーでパターンを刷ります。この時もシルクスクリーンを置くと先に刷ったパターンが透けて見えますから、それでどこをカバーするか決めてマスキングテープを貼っておくと良いでしょう。ギルディンググルーは箔を貼れるだけではなくってエンボスパウダーも貼れますから、ここでエンボスパウダーを貼ればシルクスクリーンでエンボス効果が出せるということになります。気をつけなくてはいけないのは、ギルディンググルーは 2,3 分で乾き始めてしまうんですけれども、シルクスクリーンの上で乾いてしまうとシルクスクリーンが破損してしまうんですね。だからこのように大きなシルクスクリーンの時には特に気をつけてすぐ剥がします。そしてすぐ水に浸します。シルクスクリーンを乾かしてしまわないことだけはとても気をつけるんですけれども、擦った方は時間が余裕がありますから、そんなに焦らずとも数分経ったらエンボスパウダーを振り始めれば大丈夫です。エンボスパウダーは全面を覆うくらいたっぷり多めに振りかけて、後で余分を落とした方が全面にきれいにのります。このように板の横を叩いて畑き落とすとちょうどよく落ちると思います。モチーフの上にエンボスパウダーがついてしまったら筆先で払うようにして落としておきます。スタンプでエンボス加工なさった方はご存知だと思うんですけれども、エンボス加工の線というのはすごく細いわけではないんですね。ある程度太さがあります。
そのためシルクスクリーンでできているようなものすごい細い線のエンボス加工ができるわけではなくって、スタンプでやっていたようなある程度太さのある線に仕上がります。エンボスヒーターを当てるときは、エンボスヒーターはとても高温になりますので、テーブルの上でやってしまうとテーブルが焦げてしまうことがあるので、空中で熱を当てるようにした方が良いでしょう。今回は白のエンボスパウダーなので、白いレース調の壁紙のような雰囲気ができます。シルクスクリーンの部分が仕上がりました。この後サイドローディングを載せたりしますので、画面をクリアグレージングメディウムで保護しておきます。シルクスクリーンを背景の効果として使う場合には、一色で刷ってそのままっていうことも多いと思うんですけども、今回はメインのモチーフとして見応えがあるように仕上げていきますので、ウォッシュで薄く色をのせていきます。この時薄めのウォッシュにしておくことで、最初にシルクスクリーンで刷った点描やシェードが透けて見えて、効果的に立体感が作れます。ほのかに色づくピエール・ド・ロンサールにしていくためには、まず最初に白バラを作ります。それで白色をウォッシュでのせていっています。シルクスクリーンで刷ってあるシェードの点描や線は、ほのかにシェードとして残るように、第一シェードぐらいの効果が残るように透ける感じでウォッシュでのせていきます。葉の方にはグリーンのウォッシュをのせていきます。こちらも同じで、シェードの点描や線が残るようにしたいので、あまり濃くならないように薄い色で入れていきます。このようにバラを描いていくと、シルクスクリーンで点描と線が描かれていますから、第一シェードぐらいが終わってる形になるのですね。ウォッシュの色味がのせ終わったら、花と葉にシェードを入れていきます。この時もシルクスクリーンで入った点描や線のシェードが残っているので、そこをなぞればいいだけなので、複雑なバラを描くのも気軽に描くことができます。透けて見える点描や線描に沿ってシェードを薄く入れていきます。イングリッシュローズは花びらがとても複雑に入り組んでいて、そこが一番描きづらいところですけども、シルクスクリーンを利用するとこういうところもずっと見えているので、不自由なく描いていくことができます。全体として後でピンクの色味をティントで入れられるように、あまりダークなシェードは入れないように気をつけていきます。お花が終わったら葉の方にもシェードを入れていきます。こちらもシルクスクリーンのシェードの線や点描が見えますから、それに沿ってシェードを入れていければ大丈夫です。お花に関してはまだこれではちょっと立体感が弱すぎるので、第2シェードまで入れていった方がいいと思います。今回のデザインでは大きなバラのブーケにするために2回パターンを刷ったんですけれども、その時図案がずれてしまったり間が空いてしまったりしても、このシェードを入れていく段階、ハイライトの段階で少しシェードでこう補ったりつなぐことができますので、心配しないでください。バラに関しては第一シェードがかなり弱くて立体的じゃないから第二シェードも入れるんですけれども、この時あまり強い色にならないように少し弱めに入れた方が後のティントが綺麗に入ります。イングリッシュローズのこのように花びらがたくさん重なっている部分はサイドローディングの幅も狭く入れています。このセンターの花びらが一番集まっているところが一番描きづらいと思うんですけども、
線をねなぞるくらいで大丈夫ですから、どんどん色を重ねていっても豪華なバラにはなっていくんですけども、今回のように薄めに仕上げてあげると、最初に刷ったシルクスクリーンの点描が透けて見えるので、アンティークな表情、昔の銅版画のような古いポスターのような表情が出て、それも面白いので、ぜひそちらも楽しんでみてください。ちょうど後ろに見えているエンボスした白いパターンですね、少し太いのが感じられるかなと思うんですけど、この程度エンボス加工は太くなると思ってください。でもね、あの壁紙調の雰囲気はできますので。さて、シェードが入れ終わったらハイライトを入れていきます。この入り組んでいるところはほとんど花びらの先の方がメインです。大きい花びらは膨らんでいるところを強調したりするんですけども、こういう細かいところはほとんど先のところを中心に入れていきます。今回は後でピンクを入れるピエール・ドロンサールの形にしますので、かなり白いバラにしてるんですけれども、白バラもこの描き方で描けますね。この背景に使ったエンボスのシルクスクリーンはマリー・アントワネットの柄ですけども、それ使ったことある方はかなり太くエンボス加工をされてるっていうのが見てわかると思うんですね。実際のシルクスクリーンはものすごく細くて銅版画ぐらいの繊細な線なんですけども、エンボス加工するのにはエンボスパウダーの粒子の大きさもありますし、そこまで細かい線は出ません。でもあのエンボス加工したことで、あの壁紙状の雰囲気が出ますので、それはそれで面白い表現になると思います。葉の方にもハイライトを入れていきます。ギルディングクルーっていうと箔を貼るためのものかなって思うんですけども、もちろん箔も貼れるんですけども、こうやってエンボスパウダーも貼れるってことはとても面白いと思いますので、いろんなことが試せるんじゃないかなと思います。ただシルクスクリーンの上でギルディングクルーが乾いてしまわないようにだけはとても気をつけてもらいたくて、私自身 A4 1枚ちょっとのんびりギルディングクルー吸っていたら乾いてしまって1枚シルクスクリーンを破損してしまったことがあるんですね。だから最初は小さいもので試していただくのもいいかなと思います。さて、いよいよティントを入れるとピエール・ドロンサールっぽくなってきます。花びらの中心にも入れるんですけど、このつぼみのところがあのくさび状に尖った形、くの字のような形に入れてますので、そこをお見せしています。他はね、あの普通にサイドローディングで少し色をのせてるだけなんですけども、つぼみの先端は句の形になるようにちょっとにじんだような形にできるように入れています。あとバラの花びらも全部均等に入れるんではなくって、花びらの先にも入れますし、あと花びらの中央部にも多めに入れたり、濃淡をつけると表情がついてピエール・ドロンサールっぽくなると思います。ティントが入れ終わってピエール・ドロンサールっぽくなりました。この作品にはリボンを書き加えています。リボンをベースを塗ってシェード、ハイライトを入れていきます。最初のシェードはこのぐらい広く入れていきます。それからシェードには幅狭く入れていきます。そしてちょっと面白いのは地図レッジを使ってグログランの模様を作っていっています。これはサイドローディングで取った筆で、筆先だけで置いていくように寝かせないで筆先だけが画面に触るようにして描くと、グログランのような横線の入った模様ができます。画面に触っているのは地図レッジだけです。そして置くようにしながら時々長く引いてあげたり、強弱をつけると表情がついて良いと思います。シェードの色だけでなく
ハイライトの色も使ってこのグログランのパターンを作っていきます。リボンが終わりました。リボンが終わったら文字を書きます。今回の文字はドナノビスパーチェム、ラテン語で我らに平和を与えたまえという意味です。仕上がったら棚板をセーターに取り付けます。ガラスの靴が落ちないようにフックもつけました。このように装飾して完成です。このようにキャンドルを飾ってもいいですし、お花などもディスプレイできます。インストラクションやデザインはペイントフレンド49号に掲載されていますので、そちらをご参照ください。いろいろ楽しんでいただけたらと思います。さて、お知らせです。ペイントフレンド49号に掲載されていますオリーブオイルの作品、こちらもシルクスクリーンを活用した作品ですけれども、こちらをズームでセミナーを行います。また10月にはオクラホマでOKCペインティングパルーザにて実際のコンベンションでのセミナーもあります。また11月と3月には SDP にて色鉛筆のズームセミナーをすることになっています。よろしかったらご一緒にペイントしてみましょう。それではご覧いただきありがとうございました。この動画よろしかったらいいねまたはチャンネル登録よろしくお願いします。皆様の毎日にアートをハッピーペインティング。